前热诚重置和伟大领导人ニュースをお伝えします。马赛克壁画偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン総書記を描いたモザイク画が山間部の各省に建てられました。ジャガイモ農作革命の新しい歴史を開く偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン総書記というテーマのモザイク画がサムジヨン市のポテドー、フンゲス農場、フンソ郡新年畜産専門共同農場、サムス郡ケウンソン共同農場に、偉大な祖国というテーマのモザイク画がサムジヨン市のポショナーバー、トベクサン農場、カプサン郡チョヤン共同農場に建てられました。革命の聖なる山ペクトー山に登って栄える国の未来を思い描く史跡と総書記を描いたモザイク画がサムジヨン市のシンムソン堂、ペクサム農場、トンシン農場に、大豊作というテーマのモザイク画がカプサン郡シンジョン共同農場に建てられました。各地の青年たちが引き続き困難なところを志願しています。南浦市内の140人余りの青年たちが農村に自主的に進出したのを皮切りに、志願ブームは青年同盟第10回大会以降さらに盛り上がっています。祖孫堂々と第8回大会の後、その数は1万人近くになり、今も増える一方です。青年たちの革命的風格は自分より国のことを考え、同志の痛みを自分のものとみなして社会と集団のために献身的に尽くしていることにも表れています。青年同盟第10回大会があってから今まで2ヶ月余りの間に、全国的に2万人近くの青年同盟の活動家と青年学生が理不尽苦者の仲間入りをしました。各地の青年たちの中で青年美風の先駆者の模範を見習い、青春時代を愛国献身の道に捧げる熱意が日増しに強く示されています。共和国の林業部門で1万1000ヘクタールの伐採したところと立ち木のないところに数千万本の木を植えました。林業省では林産事業所、鉱木生産事業所、林産造林事業所の苗木の確保状況を詳しく把握し、それに合わせた対策を取りました。各道の林業管理局では活着率を高める活性促進剤を生産し供給すると同時に、総括と評価をきちんと行って植樹で高い実績を記録しています。林産事業所、鉱木生産事業所、林産造林事業所では森林造成の計画に従って充実した苗木を育て、また地帯の整理と植樹を同時に推し進めて成果を達成しています。20日産科病院の平安産院で515番目の三つ子が無事退院しました。平安北道連城郡に住むキム・ウンギュンさんがこの4月27日に産んだ三つ子は、2人が息子、末っ子は娘です。キム・イルソン総合大学歴史学部の学術研究チームが平安市テソン区域のリムフンという町一帯で紀元前277年から紀元668年まで存続した古武領高句麗時代の遺跡遺物を調査発掘したことを踏まえて、1世紀以後の古武領の歴史、平安の歴史についての研究で新たな成果を収めました。研究チームはリムフンという町一帯で780年、1991年と82年、1993年に古武領時代の建物の跡の一部、106年、2017年6月に2つの古武領の井戸第1号第2号109、2020年3月にはレンガで築いた1つの地下構造物を発掘し、その周辺で瓦と焼き物のかけらをはじめ多くの遺物を探し出しました。祖孫民主主義人民共和国考古学学会はリムフンという町一帯で調査発掘された古武領の遺跡遺物の学術的意義を評価しました。リムフンという町の古武領の井戸第1号は保存遺跡第1816号に、リムフンという町の古武領の井戸第2号は保存遺跡第1817号に登録されました。
以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当は菅曽美でした。こちらは諸村の声放送です。諸村の歌がお好きなリスナーの皆さん、こんにちは。諸村の歌をじっくりご鑑賞できるお望み音楽の時間が参りました。今もリスナーの皆さんからファックスが届いていますが、その内容を見ますと歌のリクエストが多いですね。毎度そうですが、このコーナーでもそのリクエストにお答えしましょう。放送を通じてすっかりおなじみの星野明さん。星野明さんは諸村労働党中央委員会第8期第3回総会に関するニュースを聞いたご感想を述べるファックスで、国務委員会演奏団の講演を見たご感想も添えておられました。星野さんはこう書いておられましたね。愛国歌をはじめ諸村の声リスナーであればおなじみの曲ばかりの連続でした。名曲の数々、このファックスで感想をすべてお知らせするわけにはいきませんが、いずれも世界に誇れる最高水準の公演でした。とりわけ新曲である我らの主にその女王を慕うは本当に良い歌ですね。今や私のお気に入りとなりました。歌詞の意味をかみしめながら、ぜひ共和国訪問時に歌いたいと思います。お望み音楽でご紹介賜れば幸いです。では星野さんのリクエストにお答えしましょう。まずおかけするのは我らの主に、この歌です。ウォン・ヨンオクさんが歌詞を書き、チョウガンさんが曲をつけました。歌詞をご紹介しましょう。1番、この世のいずこを見ても我らの主にただ一人、テクトの歌を歌い聞かせて皆を頼もしく育てる、夢も願いも叶えてくれる、ああその愛忘れようか、主に主に我らの主に、この世に一人だけ。2番です。この世のいずこを見ても気遣う主にただ一人、夜明け道先にかき分け、諸女行き踏み出す主に、雨風を防ぎ我ら育てる、ああその恩忘れようか、主に主に我らの主に、この世に一人だけ。3番です。この世のいずこを見ても勝るは主にただ一人、この地に幾度生まれ変われどそのもとだけに暮らしたい、あなたの心で胸高鳴る、ああ共にいつまでも、主に主に我らの主に、諸村労働党。出演は国務委員会演奏団キム・オクチュさんとチャー・ユミさんのデュエットでどうぞ。Oh!
今度おかけするのはその情を慕う。チャーホー軍作詞、キム・ジュイル作曲の歌です。歌詞をご紹介します。1番、庭にわらで戯れ、窓で流れる笑い声、幸せのゆりかごを守るあなたの愛、寒風も荒波も手なずけてくれる。暑い情、暑い情、目頭濡らす、忘れられようか、死に通うその情。2番です。雨風吹きすさんでも心に影ささぬ、いつも耳元響く声に力湧く、千里でも万里でも訪ね来る太陽、愛の後、愛の後、庭に刻む、命態度忘れぬ、息で感じるその情。3番です。この身守るそれより尊いものはない、命すべて捧げ、いつもこの道行く、命尽き届かねど、代を継いででも、あなた一人だけいつまでも慕う、変わることなく慕い続ける心。国民委員会演奏団のキム・オクチュさんの独唱でどうぞ。
明さんのご要望にお応えして、我らの主にその上司歌をこの2曲をおかけしました。2曲ともども歌詞が歌えるようになっていますので、じっくりご鑑賞ください。今日ののぞみ音楽の時間を楽しく有意義なものに飾ってくださった星野明さんと他の友人の皆さんにお礼を申し上げます。これから心ゆくまでのお手紙のやり取りと訪朝なさるその日を早めるため、共に頑張ってまいりましょう。ではリスナーの皆さん、これで失礼いたします。次のこの時間にまたお会いしましょう。初の戦時海洋祖国防衛の歌をご紹介します。祖国防衛の歌は出征39年1950年から出征42年1953年までのアメリカの武力抵抗を退ける朝鮮人民の祖国解放戦争の時、一番先に歌われた戦時歌謡です。張麟鶴作詞、人民芸術家李明さん作曲の歌です。この二人が祖国防衛についての歌の創作を思いついたのは、出征39年1950年3月のある日、仕事を終えて家に帰る途中でした。スピーカーの前に多くの人が集まり、その日の昼、敵軍がまたもや共和国側兵器を犯し、野蛮行為を働いたとの報道を聞いていました。噴撃を抑えきれず、二人は約束でもしたかのように、仕事場に機密を返しました。キム・イルソン総合大学の教師である、テク・カンミョンさんの話です。다시는약할수없는비중한조기에대한열렬한사랑저들의삶의보험자리를짓밟으려는二度と奪われてはならない大事な祖国への熱い思い、自分たちの生活の場を踏みにじる敵軍への人民の燃える憎悪の念がそのまま歌詞になり、メロディーになりました。こうして祖国防衛の歌は戦争が起きる3ヶ月前に作られました。歌はすぐさま人民軍軍人と人民の間に広まりました。出征39年1950年6月25日戦争が起きると、この国の多くの息子娘はこの歌を歌いながら前線へ向かいました。人民軍軍人はこの歌を高らかに歌いながら、敵撃滅の戦場で精神も生命も惜しみなく捧げました。その時から歳月は遠くになりました。しかし戦争に勝った世代が歌った初の戦時歌謡祖国防衛の歌は、今も朝鮮人民の胸に1950年代の祖国防衛精神を深く植え付けています。初の戦時歌謡祖国防衛の歌をご紹介しました。